皆さんこんにちは、ムーピーそらかのそらかです。はい、こんにちは。ただいま。おかえり。北海道から帰ってまいりました。はい。カニ食べました。ありがとうございます。で、ですね、前ですね、ちょっと話題に、なりました。まあ、ツイッターの方で、リュウダのツイッターの方とか、あと、かがきちゃんの中でちょっとした話が出て、ピルクルってあるじゃん。ある。ピルクル。美味しいピルクル。でもね、北海道のピルクルじゃないらしいの。北海道だとテレレってねーん。カツゲン、名前がいかついよね。カツゲンだよ。これ多分ね、もしかしたらそらちゃんが北海道に行った動画でもこのカツゲンのそらちゃんが北海道に行った動画はまだ編集してません。ダメなことにごめんなさい。まあカツゲンね。まずお土産1カツゲンで、これは北海道の皆さんがそう、カツゲン、北海道じゃカツゲンだよって言うかって、これそのまま出しますけど、そらパパ TV の方でも紹介しておりますので、まずカツゲンね。1個。はい、次。はい。これね、問題のこれ。これもう皆さんよーく知ってますね。こっちだよ。こっちか。お、こっちか。ポテトチップチョコレート。新じゃが。これなんでゆうた買ってきたの？はい、理由をどうぞ。なんで言ってくれるの？ね、ゆうたがね、買ってきたこれをね、友達からもらったね。一緒に行った人がくれて、そらちゃん食べるつもりだったんだけど、ゆうたが食べちゃったから。はい、そうです。食べちゃいました。だからこれ買ってきてもらいたい。はい。そしてですね、はい。ピースさんからいただいたお菓子もございます。はい。いろんなのをいただきましたけど、一部ご紹介させていただいてね、これすごい美味しそうだったんで、これも食べてみたいと思います。皆さん大好きブラックサンダーのメロンな実に熟れた雷神。ほら、メロンの実に熟れた雷神って書いてある。すごくない？よし、じゃあこれをちょっといただいてみましょう。じゃあまず最初どうしようか。じゃあカツゲンから。カツゲンさ、色一緒かどうかこれで開けてみないとわかんない。カツゲンさ。それちゃんと見えない。はい、開けてください。どうぞ。カツゲン、コップ、はい、どうぞ。透明なコップ。はい、カツゲン。あ、なんだと。おー、やっぱヤクルトみたいな色してるんだよ。せーのでさん、はい、いただきます。はい、どうぞ。これカツゲンは美味しいの？美味しい？ピルクルと一緒？ヤクルトみたいな。ピルクルとヤクルトよりは、メロンミルクみたいな感じ。メロンミルク？なるほどね。じゃあ、はい、次行きましょう。どっち行く？ミニサンダー行こう。ピーチさんありがとうございます。いただきました。じゃあゆうたもいただきます。お、キャラメルみたい。なんか色がほらね。うん。いやメロンだからこういう色してるんじゃないの？じゃあいただきます。これ美味しい。あ、これ美味しい。すごいね。どう？無理だね。メロンなんですよね。こんがりと風味がメロンでございます。さあ、そして最後に新じゃが。新じゃがね。やっぱ新じゃがだよね。新じゃが開けてみたいと思います。北海道当別町産新じゃが。当別町、すみません、場所がいまいちわからないんですけど、ロイズのふもとのロイズ太見工場のある北海道当別町産の新じゃがを使用した、ロイズでございます。はい、じゃあ開けてください。どうぞ。おい、この袋入ってるんだよね。どうぞ。こんな袋、全部食べた。はぁ、どうやってなった？ダメだよって言っただけ。全部食べてダメだよって言うたから全部食べてダメってことね。誰だろう、これ一人で夜中さ、バカバカ編集しながら食べちゃったの。はい、いただきます。はい。これ美味しいよね。もらっていいですか？買おうか。これで食べよう。どう？美味しい。これ美味しい。このさ、ちょっと塩っぽさに甘いのが美味しいよね。はい、じゃあおしまい。しょっぱいのと甘いの好きだから。じゃあまだ続いてまだやっちゃいましょうか。ね。いっぱい紹介したんですけど、あ、これいつもの、もうこれいいやん。これ紹介しなくていいやろ。これお土産は当然これね、これ、じゃがポックル。これはもう皆さん有名ですからね。さっきの置いといて、問題のこれですよ。鹿ジャーキー。鹿ジャーキー。エゾチカジャーキー。ね、ママごめんね、食べるよ。ママ、1枚だけいただきます。エゾチカジャーキーやって、開けました。で、ほら。これね、鹿の肉をこう食べてみよう。かわいそう。少しにしときましょう。このぐらいね。はい、どうぞ。コーラ。うん。じゃあけど、大人の味。わあ。大人の私が感想を言いますよ。うん、あのね、これ美味しい。深い味がね、長く続く。だね。そのからちょっと早かったね。そのからやっぱこっちがいいよ。そのからやっぱりロイズの方がいい。いやーこれね、鹿ジャーキーは本当にこれちょっと美味しい。子供の方はやめといた方がいい。ビールに似合うかもしれない。あのね、ちょっと歯応えがあって旨味が長く続く感じ。うん、前あれですね、九州でごちそうになったんですけど、その時も美味しかった。鹿ジャーキー。うん、今日これぐらいにしとく。今日はこのぐらいにしときましょうか。全じゃがは。全じゃがは？いやいや、全部だよ。結構楽しい。じゃがポックル。じゃがポックルはもういいよ、今日。ダメ。ではね、北海道の土産紹介しました。はい。じゃあ今度はみんなで行きましょうね。北海道行って買ってきましょう、実際に。はい。今度は何買うかな？うん、そうだね。はい。もしこの動画が良ければ、チャンネル登録といいねボタン押してね。バイバーイ。また見てね。バイバーイ。ね、バイバーイ。飲むんかーい。